はい、皆さんこんにちは、ワネルギルビジです。では今回は EU 法織田家信長プレイの続きをやっていきたいと思います。まず最初にですね、コメント欄とかの方でアドバイスいただいている内容がありまして、トム・リッドルさんから、同盟国増やしすぎですよねと、技術的に遅れを取って厳しくなりますよっていう、ご指摘いただいてまして、ちょっと確認をしたんですけども、前回までにですね、一通りというか、敵対勢力をだいぶ壊滅させたということもあって、今、警告自体はですね、出てきてはいないと。外交に関しての警告は出ていないという状況なんですが、ご覧の通り、外交以外のね、警告は相当量出ているということもあるので、これらの対処もしつつ、今回はですね、今後の大陸、制覇のための礎として内政をしっかりやっていこうかなというふうに思っています。ではまず確認からしていきましょう。期限切れの回線自由、大友さん、これは放置でいいかな、いざとなればいつでも潰せるという範囲かなと思います。で、ね、今安定度がマイナス3っていうかなり厳しい状況で、統治力も、こちらにあるように94しかないので、なかなか厳しい状況にはなっているのかなとは思います。で、あとは、中核州ね、これね、過剰拡大しているところに関しては、中核化さっさとしてあげたいんですけども、今お話した安定度、これをね、189貯めて、ちょっと安定化を図っていきたいので、中核化は少し見送ります。軍事指揮官多すぎるよっていうことで、今だとですね、この信秀竜造寺さんが、竜造寺って信秀だったかなっていう感じがするんだけどな、なんかちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、いずれにしてもこの竜造寺、信秀さんを解雇します。まだ多いよっていう警告は出たままなんですけどね。で、州の不穏度もね、やっぱり高いですよね。ここまで、安定度が低い状態が続いていると。さあ、では、ここから、内政の方を、じゃあやっていきましょうかね。ライバルは、もうせっかくなんで、モンゴルにね、逆ライバル指名をしてあげましょう。はい。で、今ですね、ちょうど丹後で、反乱軍が起きているので、この反乱軍制圧のために軍を送り込んでいきます、というところからになりますね。1万を九州から。さらに武蔵から1万を合わせて合計2万の辺で炭鉱の鎮圧を行います。で、さらに今、九州の方にですね、兵が1万5千しかいないという状態なので、この1万5千いかんともしがたいというか、心もとないというかね、そういう状況なので、まずはね、この軍をしっかり増強するために1万の軍を送って、合計2万の軍で朝鮮のね、安定化を図っていければいいかなというふうに思っています。では、時間をまったり進めていきましょう。で、今回はちょっと内政重視なので、皆さん退屈されてしまうかなと思うので、ちょうどタイに遊びに行ってきた時ですね、お話を少ししていければいいかなと思っています。で、今回タイは3泊4日と、割と、厳しいスケジュールで、回ってきたわけなんですけども、今回初めて、ちょっと今反乱が起きたので、この反乱の確認をしていきましょう。慶州か。ここに3万の軍ですか。これは思いのほか大きいな。今1万の軍で、もう一つの反乱を鎮圧中なので、これ1万で3万にぶつかるのは無謀なので、九州にいるこの1万の軍を、まずは、乗船させて、合流しましょう。で、合計2万の軍で3万の反乱軍を潰しにかかるというのがいいかな。で、今、1万の軍が九州から、朝鮮に上陸しましたので、この朝鮮に上陸した軍と、もともと朝鮮にいる軍、
これを合わせて鎮圧に向かいます。もうしばらくは反乱に安定度が低いがゆえに悩まされ続けるんだろうなという感じはしますけどね。反乱に成功、どこが、まあ慶州ね。まあここはこの後すぐ鎮圧に向かいます。まあ2万の軍であれば十分に3万の鎮圧軍、3万の反乱軍はね潰せるかなと思いますので、潰しにかかりましょう。で今回はタイの方で初めて行ったんですけど、コンドームレストランに行きまして、すべてがね、コンドームでできてるという、まあ、謎仕様のレストランだったんですけど、まあまあ楽しかったですね。すべてのオブジェ、もちろん電灯、電球含めて全部コンドーム仕様になってました。で料理は、まあタイ料理中心だったんですけども、お客さんの層はね、まあファラン層が多かったですね。タイのレストラン、まあ、タイ料理が食べられるレストランなんですけど、やっぱりタイローカルのレストランよりやや割高で、お客さん層もね、タイ人っていうよりかは外国人層、ファランとか、日本人もね、もう何組かいたようには見えました。で、お会計をしたら最後にコンドームをね、2つ渡されるっていうね。2つというのがまたいいですよね。1個じゃなくて2つっていうのが。もちろんその夜、その二つのコンドームは使っちゃいましたけど。まあタイはね、結構面白いレストランが多いんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、食事を巡るのも楽しいんじゃないかなとは思います。で、安定度は190ぐらい必要でしたよね、上げるのにね。なのでちょっとまだ無理か。制度の需要。植民地が需要可能か。ここかな。授業しちゃいましょう。金が137。うわ、きついな。もう本当にお金も足りないし、なかなか統治力とかもね、ブーストがかかってない以上、時間がなかなかかかっちゃってますけど。では筑前に艦隊は一度戻します。あと今回は他、カオさんとかまで、夜のカオさんは初めて行きましたね。まあ、観光客に割と人気のあるところだと思うんですけど。昼間はね、1回か2回か行ったことあるんですけど、夜のカオさんは初めて行きましたけど、夜のカオさんはね、本当にカオスでしたね。全く歩けないぐらい人が多くて。まあ、もちろん、連休中だったというのもあるんですけど、タイの方はね。また反乱。いやー、本当に反乱が絶えないな。この反乱軍は武蔵にいる1万の軍で鎮圧に向かいましょう。人的資源もリソース的に枯渇しているので、まあ本当に安定度ちまちまでもいいので上げていかないと、いくらお金があっても人的資源が全然足りないって、まあ、そういう状態になりつつありますからね。では早速安定度を一つ上げましょう。で次安定度上げるのにも189必要か。今1しかないからな。これを189まで上げるってなると、まあしんどいな。イベントとかでたまにね、安定度上げてくれることはあるんですけど、逆に安定度下げられることもありますからね。さあ、神社の参拝。これ、厳しいよね。さて、神社の参拝。我々の地方の主要な神社を最後に訪れて以来長い時間が経った。神社は非常に強力な神の住居と言われ、山の頂上に人里離れて位置している。うん。通常、毎年少なくとも1回はそこに行っていたが、今はしばらく間が空いている。信長は自らを神格化しようとしていた説が有力な説としてあるようなんですけど、どうなんでしょうね。こういうのってやってたのかな。もちろん、熱田神宮の方に、
桶狭間の戦いのね、まあ、前夜というか当日というか、まあ、戦勝祈願を行ったという逸話はあって、まあ、それもおそらく事実なんでしょうけど、晩年の信長は自らをね、神格化するような傾向にあったとも言われているので、このあたりのね、思考も少し変わっていったんだろうなとは思います。で、信長は、統治力50、魅力すぎる。この50は魅力だ。で、ダカットを失うか、維新10を獲得するかっていう、この、うん、その時だにするか、それとも、統治力か、まあ、統治力だな。正当性を10マイナスされるの結構痛いんですけどね。正当性って、なかなかたまらないので。いや、武蔵あたりまで軍を一回戻します。で、今回はね、その、6月に知り合った、タイの女の子。これ、ニューオキニと呼んでいるんですけども、まあ、そのニューオキニちゃんとね、まあ、3泊4日ずっと一緒にいるという選択にしたんですけども、まあ、可愛いですね、本当に。たまらなく可愛いんですけど、ただ、帰ってくるなりですね、まあ、ツイッターとか、動画のコミュニティ欄、チャンネルのコミュニティ欄の方には投稿させていただいたんですけど、なんか私はこの人と付き合っているの、みたいな感じで、変な写真が送られて、変なってか、まあ、普通の写真なんですけど、送られてきまして、だからもうあなたに会えないわ、みたいな感じだったんですけどね。いやいや、何この展開みたいな感じなんですけど、まあ、そのね、隣に写ってる男性がどうやら韓国人の、方のようで、まあね、こう言ってはなんですけど、まあ、ルックス的にはね、ちょっと決して、まあ、いいっていう感じではなかったですし、まあ、なんならちょっと太ってて、ちょっと、頭皮の方もやばそうな感じだったんですけど、まあね、その笑顔がね、すごくなんか、幸せそうというか、優しそうというか、とても僕には出せないような、そういうオーラを放ってましたね。まあ、見栄えじゃないんだな、っていうね。ところ改めて、まあ、実感はしましたけど。で、信忠が死んだか、信忠の嫡男三法師は、まだ生まれてないのかな？どうなんだろう？ちょっと確認していきます。後継者。ちょっと待ってね。その前に商人たちの不幸が来てるね。税金企業、入港税、海軍への要請交易、関税政策に対する紛争や交戦は、かなり頻繁に起こり、しばしば逆効果となったと。外交力50。重商主義1。いや、ここは一旦、攻撃投資を削減してでも安定化を図ろう。で、ちなみにね、その女の子なんですけど、まあ、太ってる人がいいと。まずそもそもね、僕はまあ、普通の、至って普通の体型をしている方だと思うので、まあ、これもツイッターとか、コミュニティ欄の方見ていただければたまに筋トレの成果とかを載せてるんで、まあ、ご覧いただけるかなと思うんですけども、まあ、太ってる人がまずそもそもいいですと。何？上杉が同盟を解消？いや、上杉軍とぶつかるのか、ここで。今、軍事力的な余裕はあまりないからね。上杉が開戦してきた場合は、まあ、武蔵にいる1万と、そうだね、一旦京都に軍を移動させておいて、京都にいる1万の軍、合計2万の軍で上杉軍を抹殺していきましょう。まあ、太ってる人がいいですと、そもそもね。さらに、まあ、オールダーがいいですと、まあ、つまり僕よりも、まあ、年上というか年配の人がいいですっていうね。いや、そんな、こんな神がかり的な、超嬉しい条件を提示してくる女の子なんて本当にいるの？っていう感じなんですけどね。国家の決断。まあこれキリスト教に対してどうするかっていうと、この国家の決断、誤るとね、キリスト教が10万とかの単位で反乱を起こしてくるんで、それはどうしても避けたいんですよね。ヒューガで1万か。京都に一軍を動かした直後にヒューガで。一番。まあ、しょうがないね。これは、まあ、ヒューガは、おそらく、
反乱軍の手に落ちると思うんですけど、すぐ鎮圧軍1万で、これを撃退していきます。まあ、結局ね、その後、そんなにね、幸せそうな男の人と一緒にいるんだったら、まあ、ね、遊び半分の僕が、こう、ガチで断りを入れてくるっていうことは、本気なんだろうなと思ったので、手を引こうかなと思っていたんですけど、まあ、その翌日にはね、まあ、やっぱり、あなたとも一緒にいたいわね。結局金だろうって話なんですけど、まあ、そんな感じなんで、まあ、まだちょっとごたごたしそうかなという感じですね。で、イベントです。人々は徴兵を望まないという話で、通常我々の国家徴兵制度は、機械の潤滑のように機能するが、現地では募集にいくらか抵抗がある。今、人的リソースで言うと、陸軍の、ごめんなさい。陸軍の方は画面の左上に2093って出てると思うんですけど、これが人的リソースですね、陸軍の。で、我々は短期的に徴兵を遅らせることができると確信する。これは募集時間がプラス 30% が結構厳しいな。10年間ですね、しかも。続いて、私が必要なのは兵士。なぎごというものは、うわぁ、安定度マイナス1はない。安定度マイナス1はないよ。せっかく1上げたのに、ここはしょうがない。戦争するときはしっかり準備をしてから、やらなきゃいけないね。まあ、統治力が無限にあればね、もうさっさと、安定度も上げて、中学習化もして、いいことずくめなんですけど、なかなかそうはいかないという現状なんでね。ここはまったりやるしかないかな。で、次回のタイ旅行の予定なんですけども、急遽1月に2万5000円ぐらいの航空券のチケットを見つけてしまったので、これはもうやらざるを得ないでしょうという話で、一応取りました。ただね、ホテル代がいつも1泊1万ぐらいの場所を取ってる、1万1000円、2000円ぐらいのところを取ってるんですけど、今回はね、1万5000円でしたね、1泊。で、これもまた3泊4日と一旦弾スケジュールなんで、まあ、お財布には全然優しくない、結果的に。せっかくね、2万5000円ぐらいの航空券があったのに、ホテル代が3泊4日でいつもより1万5000円ぐらい結果的に高くなってるんで、あんまり美味しくないんですけど、まあ、やっぱりこのね、社畜道を歩むものとしては、2ヶ月に1回ぐらいは、息抜きにタイの方に遊びに行かないと、それこそストレスで死んでしまうかな、っていうのもあるんでね。ここは、自分への投資だと割り切って、1月タイに遊びに行ってきます。で、ゴールデンウィークの方も、航空券だけ、4万円ぐらいだったかな、ごめんなさい。ちょっと正確な金額はまた別途お知らせしますけども、割とゴールデンウィークにしては安い航空券が出てたんで、取ってはいたんですけども、新たに、ホテルの方もね、これもね、1万2000円ぐらいでしたね、一泊。まあ、1万2000円で、6泊分取りました。なので、今決定してるタイ旅行としては、ちょっと待ってね、これ厳しいんじゃないか。武蔵で1万5000の兵がぶつかってるの。青木軍が8600で倍の1万4000の反乱軍。これ潰せるかどうかだな。急いで急行させても間に合わなそうだよね。しょうがないな、でも。ここは急いで軍を動かして、なんとか持ちこたえてもらうしかないかな。その間に安定度また一つ。マイナス1まで上げます。これで、次、また溜まったら安定度をプラマイゼロまで持ってきますね。いや、結構しんどいんだよね、これね。あとは開発。どこ開発するかだな。人的資源のプラスボーナスがでかいところをやっぱり取っておきたいので、強度。ミノ。まあ、このあたりかな。どんどん使っていくしかないので。
使っていっちゃいましょう。ああ、せっかくなんでそうだな。外交力も使って、収入を増やしにかかりますか。ここもね、石見って呼んでたんですけど、岩見ですよっていうね、コメントいただいてます。ありがとうございます。まあ本当にお恥ずかしい限りですね。勉強不足で。ここはじゃあ岩見に投資を突っ込んでおきましょう。なんとか勝ってくれたね、武蔵の戦いは。じゃあここは京都に軍を留めておきます。武蔵までは移動しないということかな。なんでまあ今の楽しみといえば1月のその大旅行、ゴールデンウィーク6泊分の何キリシタンとの緊張か、厳しいよ。確率 90% だもんね。次の2つのうちの1つの項目が 90% の確率で起きます。1つが駿河、ここに反乱軍、19の宗教の連帯、19ってさ、やばいだろこれ。どんだけでかい軍になるんだよ。9000、まあ、この9000はじゃあ京都にいる1万で潰しますか。ついでに武蔵の軍も送り込んで一気に鎮圧しましょう。安定度が本当にいくらあっても足りないね。なので、まあ、楽しみは1月のタイ旅行、3泊4日弾丸だよ。本当は4泊5日ぐらいだとね、のんびりできて嬉しいんですけどね。まあ、それが一つと、ゴールデンウィークが6泊7日のタイ旅行。で、まあ、お知らせしてる通り、年末年始はね、奥さんとフロリダの方に遊びに行ってきますので、まあ、本当にそれぐらいかな。まあ、年末はやっぱりね、皆さん同じだと思うんですけども、仕事の方がだいぶ立て込んでいるので、まあ、仕事の方もね、しっかりこなして、年末を迎えていきたいな、というふうには思っています。どうなんだろうね、これ。朝鮮半島の方はある程度安定化が進んできているのかな、っていう感じはしますけど。まあ、朝鮮を、あとは完璧に潰し切るというのも、まあ、一つの手ではあるけどね。で、恐れていた人的資源が完全に枯渇しきっているので、今、武蔵に駐留してる、まあ、もともと1万いた軍勢はね、うわ、出たよ。本当にさ、何なのっていうぐらい、国内の治安が悪いね。まあ、安定度がマイナスっていうのが、一番の原因だったと思うんですけど、また一気にマイナス3までね、ドカーンとやられているので、じゃあちょっと頑張って潰しに行きますか。いや、この2万5000って本当にきついね。まずは、尾張の奪還をしていきましょう。で、ちょっと心もとないというか心配なので、一旦、朝鮮にいる1万の軍を呼び戻します。
これはしょうがないで、単語あたりに送り込みましょう。で、合計3万近い軍勢を持って敵を潰しに行く。ちょっと待ってくれ。これさ、4万5千の軍に膨れ上がってるじゃん。やってくれるな、本当に。飢餓が織田を襲う。マジか。いやー、本当に厳しいな。いや、これ負けるぞ、この戦い。なんとか反乱軍潰さないと。危なかった。本当に危なかったね。安定度1獲得。これは朝鮮半島から一度軍を全部撤退させるしかないな。まさかこんな展開になるとは。もうだって余剰戦力ほとんどないからね。国内の治安がここまで悪化しているとはマジで思わなかったな。せっかく頑張った安定度もね、結局すっからかんにされるっていう始末ですからね。では、朝鮮から戻した軍と尾張を鎮圧した軍を合流させて、一気に京都を狙う敵軍を潰していきます。いや、今度どこよ。今度は三河か。いやー、本当に戦乱が絶えないな。九州は反乱軍に蹂躙されるな、このまま行くと。人的資源が枯渇しまくってるよ。とりあえず安定度を増して増して増し増しでいかないと。この間に北陸方面でね、反乱が起きたりしたらもう終わりかな。これで一旦敵軍の鎮圧は完了したでいいのかな。もうタイの話にうつつを抜かしてる間にとんでもない国内の疲弊が進んでしまいましたが、では時間もね、いい時間になりましたので、今回は内政を充実させると言ったんですけど、むしろ後退してしまったというところかな。まあ、大陸出兵はしばらく先になってしまいそうかなというふうに思いますが、今回はじゃあここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思いますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。